東京五輪まで3年、新国立競技場の新たな火種。急ピッチで整備が進められている新国立競技場、ロイター。拡大写真。東スポ2020現場最前線4、3年後の2020年7月24日に東京五輪パラリンピック競技大会は開会式。パラリンピックは8月25日を迎える。東京大会に決まってからというもの、招致裏金疑惑やエンブレムのパクリ騒動、さらに都知事が2人も交代するなど問題噴出。極めつきは開会式会場となる新国立競技場の白紙撤回だろう。なんとか解決したが晴れのセレモニーがあわやご和算になるところだった。そこで本市は3年前記念として世間を騒がせた新国立競技場の今を主催。すると、左派100億円訴訟の、その後とともに新たな問題も浮き彫りとなった。現在、新国立競技場は、急ピッチで整備が進められている。全体の工期36ヶ月のうち、6月末時点で地下工事がほぼ終了。8月からはいよいよ地上工事に入り、2019年11月末の完成を目指す。大成建設関係者によると、工事は極めて順調に進んでいます。700人の作業員がこの仕事に携わる喜びとやりがいを持って作業に当たっていますよ。工事の安全と労働環境に配慮しながら工期内の完成を目指したいと語った。ここまで来るのには迷走の連続だった。12年、英国の建築家ザハ・ハビド氏の建築会社ザハ・ハビド・アーキテクトの作品が応募46作品の中から最優秀賞に決定。ところが当初の総工費1300億円が試算し直すと3000億円に膨れ上がり、世論はもう反発。結局15年7月に安倍晋三首相62の白紙に戻すとの鶴の一声で再コンペを行うことになった。ザハ・ハビド氏の会社とは契約を解消しました。再コンペに応募した2案のうち、建築家の和江健吾氏の A 案を採用。テーマは森のスタジアムということで、森と大地を感じさせる木に包まれたスタジアムになります。五輪関係者、怒りが収まらないのがザハ氏だ。未払いの報酬や賠償金、さらに自身のデザインを A 案に動用されたとして、新国立競技場を管轄する日本スポーツ振興センター JSC に対し100億円にも上る巨額賠償請求訴訟を起こそうとした。果たしてこの件はどうなったのか。 JSC 関係者が公務に身内する。実際は訴えなかったんです。うちはザハ氏の事務所と話し合い、白紙撤回に至った正当な実費17億円ほどを支払って終了。昨年3月にザハ氏もお亡くなりになりましたし、解決しています。大変でしたが、一つ一つ片付けていきました。これにて一件落着と思いきや、今度は別の火種がくすぶり始めた。大会組織委員会の森喜朗会長79が4月に発売した著書遺書の中で JSC に噛みついたのだ。
まずは聖火台をどこに置くか決まっていないことについて、落ちた方の案にはちゃんと聖火台がついていたのに、当選した方には聖火台がないと批判。さらに、木がテーマなので大量の木材を使うことについても、聖火台の火が燃え移る危険性があると疑問視しているのだ。組織委員会はバカバカしいからこの騒ぎには一切乗らないようにしていました。以上、同著からとばっさり。ただ、JSC 側の言い分は異なる。熊氏本人がもともとコンペの段階から聖火台は開会式の総合演出が決まってから僕らとすり合わせることになっていると反論すれば、前での JSC 関係者も最初から設計に入れる必要はないし、その確認は取っているはず。木が燃える危険性についてもいくらでも対応は可能だし、そもそも演出が決まっていないのに考えようがないではないか。森会長が事実誤認している。それは私の口からは言えません苦笑とのこと。いずれにしろ両者の風通しが良くないのは間違いなさそう。別の JSC 幹部に至っては、組織委員会は決定が遅いから、どっちから注文つけるようなことがないようにしてほしい。それだけが心配と釘を刺すほどだった。JSC と大会組織委員会は月2回の定期会合を設けている。大会成功のためには両者のきめ細かい意思疎通が欠かせない。